はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。今回のクイックアップデートは結論から最初に言っちゃいます。まずね、ハロウィンアップデートはまだ6時の時点では来ていません。まあ、もしかしたらね、この後再起動かけたりして急に追加される可能性あるので、まあちょっとね、1週間ぐらい様子見た方がいいかなと思います。で、今回のルーレットの車両はカラカラかな。これかなりね、高い車両になるかなと思います。結構いいんじゃないかな、どうかな、結構山道結構走れると思いますね。そして今回の追加車両、スーパーカーがついに来ていました。レジェンダリーモータースポーツですね。ここの左上にあります、この車両、ゾラッソという名前なんですけれども、192万5000ドル、相当高級なね、スーパーカーでオープンとなってますね。それから割引確認していきます。先週結構いい車両ね、割引来たんですけど、今回タイランと割引来てます。これかっこいい車なので、お金ある人はいいかなと思います。それからね、エンティティの新型の方、割引来ています。お金ある人ぜひ買った方がいいですね。それからオータークも割引来ていますね。結構カーミーティングでもね、結構人気があったなーって、見たなーっていう車両ですね。それから白鳥ドラッグ、これは翔太郎並みに結構速いバイクです。まあ高級ですね。それが割引っていうのはかなりお得だと思いますね。それ以外の車両確認していきます。エンティティのね、まあ新型来てたんでね、旧型の方、これもね、いい車です。昔のいい車です。これも割引来ています。それ以外はレジェンダリーモータースポーツはちょっと確認取れてないですね。それから、南サンアンドレアスの車両です。これ景品の車両が割引来ています。まあちょっと謎なんですけど、まあどっちかですね、景品で当たらなかったら買ってくださいってことなのかな。まあそんな感じです。それ以外の車両ですね、確認していきます。トロロロデデン、ボルテックス、まあバイクですね。まあもともとバイクってね、そんな高いものっていうのがね、あんまないんですけども、まあ割引来てます。ガーゴイル割引来てます。ってことはアリーナのね、ガーゴイルも割引っていうことになりますね、共通ですね。それ以外にこれ辺見ていて、ハロウィンの車両がまだ追加されていないので、ちょっと残念なんですけど、月末までねちょっと様子見てみたいと思います。去年なんかは本当当日、ハロウィン当日か前日の夜ぐらいに急に追加されました。はい、割引オプレッサーマーク2来ました。これがあれば結構ミッションとか楽になります。スラスター、これは遊びの、ね、車両です。あんま必要ないかなと思います。こして戦車ですね、新型のハンジャール、これ結構便利です。それからアクーラも割引来てます。これ結構いい車両が航空機来てるかなとは思いますね。それ以外の部分では割引は確認は取れていないので、もし追加があった場合はまたコメントとかにね追記していきますね。航空機ですね、航空機割引なし。はい、ケチンボがね病気発症しました。今週もね割引ねやんないとこありましたね。まあいいでしょう。で、次のところ見ていきたいと思います。まずはベニーズ車両かな。ベニーズ車両ね、ネロとか割引してるといいんですけど、前回まあ来てないですね、残念、来てないですね。じゃあね、次はアリーナの車両を見てみます。さっきガーゴイル割引してたので、この共通同じ車両なのでガーゴイルセール来ています。まあ、ガーゴイルどうかな、まあ遊びの車両かなって感じですね。レースとかにはどうかな、アリーナでは強いんかな、どうかな、まあそんな感じですね。あとはね、やっぱり施設系かな、施設系とか船とか、まあ一応船も確認しましょう。割引なしですね。はい、施設系次行っちゃいましょう。どんどん施設系が前回オフィス割引半額来ていて、これね物件売却爆儲けできたんですけど、今週どうでしょう。施設系ナイトクラブ割引なし、それから普通の施設ですね、前回施設だけ割引してなくて、そこだけ施設割引今週来てます。施設あるとね、まあね、ドゥームズデイ強盗できるからね、初心者さんはね、お金あれば買った方がいいかなと思いますね。ではアパート、ドロロドン、おお、なんかこれすごいの来てますね。これね、カスタムアパート全割引ですね。多分半額ぐらいになってますね。ということは物件売却が準備する人、ちょっと気をつけてください。今週ね、1のキャラクターに4番目5番目6番目に高級アパート買ってくださいってやつあるんですけど、これ今週ね準備しない方がいいです。そこ気をつけた方がいいですね。そしてオフィス割引とかはね、確認もしていきます。これほんとね、1のキャラクターで最高級オフィス用意してくださいよ、今週はやらない方がいいです。最安値っていうかね、割引の状態の価格移っちゃいます。でオフィス割引はねもう終わっちゃいました。やっぱりね、この1週間だけでしたね。というわけで、じゃあジョブとかね、
2倍とかね来ててほしいですよね、さすがにね。ではジョブね確認していきます。ロックスターゲーム作成アリーナはなさそうですね。手を挙げたサタもなさそう。スタントレースね、これね最初の方はね、まあ、ブレイザーとか特殊車両になってますけれども、この下の方まで一応確認します。まあ普通のねスタントとかってね2倍来てると結構いいんですけど、ないですね。レースもねないですね。それからねどうかな、まあ、キングオブヒルもないですね。サバイバルもなしということで、ミッション2倍来ました。これ全部じゃないですかね、もしかしたらね。ミッション、お金、RP 2倍、これはマジですごいです。これねミッションの好きな人とかね、本当に1時間2時間3時間ぶっ続けてやってたりするとね、いつの間にか100万ぐらい貯まってるんですね。結構稼げたんです。マジでこれはミッションのお金 RP 2倍は今週はケチンボをやめて放出してくれたって感じですね。はい、で新車両ねカスタムしていきたいと思います。195万とね高級なんですけれども、まあ、見た目はね何かな、これねランボルギーニなんかめっちゃかっこいいですね。ケツがめっちゃかっこいい。これいいですね。そしてね、まあライトもね、ちょっと前頭のに似てんのかな。でね、これね、エンジン音っていうかね、こう吹かした感じは、テンペスタみたいな感じです。まあメーカーは同じなのかな。で、まあカスタムしていきます。まあどんな感じになるのか。まあ気になるとこはね、ルーフのとこですよね。これがね、ちゃんとね、ルーフね、これオープンカーじゃなくなるのかとかですね。これナンバーなしのねカスタムとかできますね。これね、おいいですね。こういうのね、いやかっこいいですね。それから他のところ見ていきます。マフラーですね、マフラー、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じ。はい、次ね、フロントバンパー若干顔面が、変わるって感じですね。うん、いいですね。これスタイリッシュな感じとちょっとゴツゴツした感じができると、グリルはほんと若干変わるかなっていう感じですね。それからボンネット、はい、ツルツルにもできますよと。黒いのが嫌ならツルツルにもできますよって感じですね。まあクラクションはまあいいとして、ヘッドライトもまあまあいいとして、次のねボディペイント、はい、イタリアみたいな感じとかストライプ、それからまあ、いろんな広告のやつですね。会社さんありますねこれね。クラッキンベルかと思ったらちょっと違いますね。これ結構目立つな、これ結構目立ちますね。ペガサス結構色はかっこいいかな。うん、かっこいいですねペガサスね。はい、他にもねロンのね、まあ、ガソリンのやつとかいろんなのありますね。これはお好みでつけてみてください。まあシンプルなねこのねストライプがいいかなと思いますね。まあこんな感じ。それからねペイント、メインカラーとサブカラーに分かれています。だからどこがどんな風に変わるかってことですね。メインでどこまで変わるか、全体変わりますね。ということはサブカラーどこなのかということです。まあメインカラーで車両のね全体が変わります。結構色によって雰囲気ガラッと変わります。黄色だったり赤だったり、まあ緑だったり、かなり雰囲気変わりますね。まあこれね本当ね好き好きなんですけれども、本当にねシンプルなね白黒だけじゃなくて、スーパーカーは激しい色もめっちゃ似合いますね。サブカラー、はい、これミラーとホイールのねリムのところかな、そこ変わりますね。これ昔の前頭のとかと同じようなカスタムのあれかな、反応の仕方っていうか、まあ同じような感じですね。いいですね。まああえてね純正のホイールでも結構かっこいいと思います。これ純正のホイールでも結構かっこいいかなと思います。でルーフトップね、これね上、まあカバーできますね。なのでまあ超ね高級車でこうね、まあイケイケだぜみたいな、お金持ちだぜって雰囲気の時もあれば、ちょっとねこうねしっとりとね、締めていくっていう感じですね。よくわからないけどね。まあぜひねお金ある人はねめっちゃ買ってみてください。まあこれからねハロウィンアップデートはね、まあ、絶対来ないわけではないと思うんですね。来るとは思うんですけど、あえてギリギリに持ってくる可能性あります。なのでハロウィンアップデートで、まあ解除したいもの、要するにハロウィンアップデートっていうのは期間限定で物が販売されます。マスク、フェイスペイント、車両です。これをね一度でも買っておくと1年中解除できるっていうものなので、今年初めてハロウィンアップデートを迎える人はお金をある程度持っといた方がいいです。300万ぐらいね全部解除するのにお金かかっちゃうなってことです。車両で、200万以上、300万ぐらいかかるかな。で、他のねペイントとかでね100万ぐらい全部使っちゃうかなっていう気持ちで、まあ、400万ぐらいか、そんぐらいね余裕持ってたい方がいいですね。お金の稼ぎ方は常に説明欄にあるので、そちら確認してください。では実際走ってみたいと思います。これエンジンねかけた時にやっぱりねあのね、まあテンペスタみたいな感じですね。本当にテンペスタみたいな感じ、音もそんな感じだし、まあ、走り具合もまあ大体ねグリップっていうか、このね滑り具合とかもねテンペスタに似てるかな、テンペスタより滑んないかなっていう感じですかね。まあ
かっこいいです。なのでお金ある人はぜひ買ってみてくださいね。そんな感じでハロウィンアップデートはもうちょっと待っててみると来るかもしれないですね。よかったら参考にしてみてください。